いわゆるポスアポものとしてオンラインで人気の2018年の映画バードボックス。実はこの映画にはいろいろな秘密が隠されているんです。秘密1、当初映画には怪物の姿が登場していた。ホラー映画にはつきものである恐ろしい怪物の姿。ところが脚本のエリック・ハイセラーによれば、当初この映画は怪物の姿を見せる予定で撮影されたのだそう。主人公のマロリーが実際に家の中で怪物と遭遇するシーンもあったそうですよ。このモンスターが映画に登場しなくなってしまった理由は、その姿が全然怖くなかったから。むしろ笑える姿をしていたんです。モンスターのデザインは赤ちゃんの顔をした蛇人間のようなもので、シーンの撮影の最中、主演のサンドラ・ブロックは笑いがこらえられなかったんだとか。当然緊迫感あふれるシーンの撮影とはいかなかったようで、結局監督のスサンネ・ビアはシーンの全部を映画からカットすることを決断したんです。秘密2、映画は原作小説といろいろな部分が違っている。この映画は2014年に出版されたジョッシュ・マラーマンによる同名小説を原作としています。と同時に原作とは大きく違った点がいくつもあるんです。原作の舞台はデトロイトから始まりますが、映画ではカリフォルニア北部となっています。ジョン・マルコビッチ演じるダグラスは自分の殻に閉じこもり、ただただ飲んで過ごしていますが、時々知恵の声をもたらす人物として描かれています。この登場人物は原作には存在しません。映画では別の登場人物トムがマロリーと子供たちと最後まで付き添う役として登場します。家の住民の残りが全員死んでしまった後でも5年近く家族として過ごし、最後は自らを犠牲にしてマロリーや子供たちが逃げるチャンスを作ります。ところが原作のトムはこのような役回りではありません。ゲイリーの裏切りによって命を落とします。原作ではマロリーはトムの死の直後、リックからの連絡を受け、安息地への旅のための訓練を4年行います。映画冒頭ではトムとマロリーはその存在を知らず、5年後にリックからの連絡を受けます。そして物語の終わり方も映画と原作では違います。映画の終わりではマロリーと子供たちが避難所に到着します。そこにいるのは笑顔で幸せな人たちばかり。その理由付けとして語られたのは、この場所がかつて盲学校だったということのみ。そのためそこに住む人たちは怪物の姿を見ることがなかったんです。ところが原作の結末はもう少し恐ろしいもの。そこの人々は怪物を寄せ付けないために自分たちの目を自ら潰していたんです。少々ダークですかね。秘密3、バードボックスはネットフリックスの新記録に。この映画は配信直後大人気となり、情報データの評価会社ニールセンによれば、ネットフリックスでの配信初週のその視聴者数は延べ2600万人にまで膨れ上がったそう。これほどの視聴者はネットフリックスの映画の初週としては新記録。世界全体で見ると初週の視聴者数は4500万人に上ったと言われています。こちらはあくまでも噂となっていますけどね。秘密4、サンドラ・ブロックは撮影中本物の目隠しをしていた。それでいろいろとトラブルに。撮影中は本物の目隠しをしよう。これはサンドラ・ブロック本人のアイディア。こうすることで演技にリアリズムが生まれると彼女は考えていたんです。ところが映画撮影中、これがいろいろな問題を引き起こすことに。サンドラは何度も撮影カメラに衝突してしまいました。本人によると撮影スケジュールのおよそ 50% は目隠しをして過ごしていたのだそう。それでも目隠しを薄くした瞬間もあったようです。それは男の子と女の子を連れて走るシーンでのこと。少なくとも
周りの障害物の輪郭が見えないと子供たちが木にぶつかって危ないと彼女は考えたのです。ちなみに通常は俳優が目隠しをするときは問題を避けるために穴を開けるのが普通なのだといいます。秘密5、ロケ地がコロコロと変わった。映画の舞台は物語が進むとともに変わっていきます。当初はサクラメントやサウサリト、サンタローザなど北カリフォルニアに位置する場所が言及されます。マロリーと子供たちがボートに乗る川はカリフォルニア州とオレゴン州の境界に位置します。とはいえサンフランシスコクロニクル誌によれば生存者が集まった家はロサンゼルスのものを使用したんだそうですよ。その場所は南カリフォルニア。秘密6、様々な暗号が隠されている。映画の配信以来ファンたちはそこに隠された秘密を解き明かそうとし始めました。ある人は映画の隠れたメッセージは親になる恐怖だと分析。マロリーは母になる上で悩みを抱えていたのではないかとしています。映画に登場する川は親としての苦悩を描いているのかも。また別の分析ではソーシャルメディアの氾濫する現代でいかに人が孤独であるかが描かれているとされています。映画の冒頭でマロリーは大きな絵を描いており、そこにはたくさんの人が描かれています。グループに分かれて、ところが彼女の妹のジェシカは皆寄り添っているのに寂しそうだと発言します。今現在世界で起こっているのはまさにこの現象。バーチャルなものやソーシャルメディアが肉声での関係と置き換わってしまっているんです。また家族の大切さこそがテーマだとする人もいるようです。物語終盤ではマロリーもその大切さに気づくようです。秘密7、ジョン・マルコビッチと鳥との関係。マルコビッチは鳥と会話ができるのではないかとショックを受けた共演者たちが噂をし始めたんです。というのもマルコビッチは動物調教の訓練を受けたことはなかったものの、彼が鳥に足を動かせと命じると鳥たちは必ずそうしたんです。ちなみに彼の演じる登場人物ダグラスはこれまた変わり者。自暴自棄な行動をとる一方で未来を予見する力を持っているかのように見えます。多くの事柄が彼の予言した通りになるんです。劇中では、ああみんなダグラスの言う通りにしていればこうはならなかったのにと思うシーンも出てくるのだとか、まあ言う通りにして大丈夫でしたでは映画になりませんからね。秘密8、映画のタイトルの謎。多くの人がホラー映画のタイトルとしてバードボックスはふさわしくないんじゃないかと考えているようです。とはいえ鳥は物語に関係しており重要な意味を秘めているんです。また別の人々は子供たちが鳥を飼うために使う靴箱からタイトルが来ているのではないかと考えているようです。またまた別の意見では最後の目的地が鳥にあふれた場所であるからこのタイトルになったんだとも言われています。皆さんはこの映画のタイトルがバードボックスである理由をご存知ですか？一番驚いた秘密はどれでしょう？コメント欄で教えてくださいね。動画の高評価とお友達へのシェア、ブライトサイドのチャンネル登録もお願いします。